皆さん、新年いかがお過ごしでしょうか。草薙剛です。今日もメルカリのテレビ CM の撮影を行ってきました。その様子をご覧ください。どうぞ。やらない坊主よりいいよねみたいな、ちょっと確認してもらいたい。よーい、はい。新しい年、新しいことを始めるチャンス。でも人は弱い。とりあえず始める。気軽に始める。お得に始める。続かなきゃ売れる。三日坊主でいいでしょう。本物の坊主似合ってますね。楽なんですか。そうですね。三日坊主でいいでしょ。いいでしょ。僕どう、僕ちん。メルカリしようよ。ありがとうございました。晴れ晴れしくて、五光がなんかもう頭からふわーっと出て、これもう2019年幸先いいなと、来たなと、メルカリ強し来たなと。 I love メルカリですよね。 I love 強し、もう相乗効果ですよね。もう今も僕がこう話してると光が差してきますよね。なんか僕メルカリでいいものを多分今年ゲットできるっていう兆しがね、もう日差しが受けちゃってますよね。あー、ちょっと曇ってきちゃったかな。まあそんなもんですよ。今ポチッといかないと売れてしまうんで。これ本当に剃ってますからね、これ。てら嘘でーす。三日坊主だけにちょっと坊主という設定で原点に戻ろうじゃないですか。そこから生やそうみたいな。じゃあメルカリしようね。お母さんに言っといてね。よろしく。物事ってきっかけだと思うので、三日坊主から得ることもたくさんあると思うので、やっぱり始めることは大事だと思います。いいですね、始めて見ることって。始める、メルカリのメルに引っ掛けてるんですか。考えた人天才ですね、これね。僕が考えました。嘘でーす。バイオリンとか、なんか興味持ったんですけど結局やらなかったですね。家にあるんで。あ、でもダメだ、あれ大切な人にあのいただいたので、あれは出品できないわ。あれ出てたらバレちゃうわ。バイオリン常に見つかりますよね。関連で結構ね、あの広がっていきますから。例えば時計にしても、時計だけじゃなくていろんなこう昔の箱だったりとか、あとベルトとか、そういうパーツパーツとかも結構細かく出品されたりしているので、だからそうやっていろいろ派生していけばいいですよね。趣味がね、自分がもともと興味なかったものまで見れるっていうか、それで興味が湧いてくるみたいな、それで趣味につながるとか、いろいろ細かく検索してみるのいいんじゃないですかね。もうこんなのあるの。お、初心者セットいいね、これ。あ、バイオリンがあった。あ、ちゃんとケースついてるし。あ、ギターいいじゃないですか。ウクレレ、あ、いいね、これ。あ、売れてる。結構みんなヒットするようなものがパラ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 ありますね。初心者セットいいですね。やったことのないスノボーとかもういいかもしれない。だって11万円ぐらいするやつとか1万5800円だよ。もう売れちゃってる、やっぱりこういうのすぐ。ゴルフね、何度もね、なんかこうやろうやろうって言ってはいるけどなかなかやらない。これもう買っちゃったらやらざるを得なくなっちゃったりするから、3日間だけ打ちっぱなし行ってみて、やっぱまあいいやと思ったらまたここに出品すればいいわけだから、あれだね。自分の生活を活性化させることにもつながるんじゃないですかね。こう自分の古いものを出品して、新しいものを取り入れて、あ、また違うなと思ったら出して入れて、風通しよくなりますよ。うん。じゃあこれ腰に当てていただいてもいいですか。そうですね。ダハーン。はい。バッチャーが上げていただいて。はい、そうですね。いいですね。いい。Thank you.
ありがとうございます。すみません、いつも綺麗な花を。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうでした？どうも皆さん、メルカリ番長の草薙剛です。始めるということはやっぱりとても大切なことなので、まあ、また三日坊主で終わってしまうんじゃないかなっていうふうに思われてる方もいると思うんですけど、僕らメルカリチームはですね、そういう三日坊主の方も応援します。三日坊主でも本当にいいと思います。始めることが一番大切だと思います。一緒に三日坊主でも始めてみましょう。メルカリしようよ。メルカリ。